鉄道人身事故ニュース速報です。2022年10月3日21時3分ごろ、大阪環状線の天満駅で人身事故が発生した模様です。大阪環状線での人身事故は今年3件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。